ドジャース・ロバーツ監督、AP ナ・リーグ、地区シリーズ第2戦、ドジャース2から10パドレス、1勝1敗、6日、ロサンゼルス米大、リーグ、ナ・リーグの地区シリーズ、5回戦制、第2戦は異様な雰囲気となった。A から1の1回1死で、ベッツが、左翼に放った、大飛球を、左翼手、プロファーが、フェンスに体を乗り出し、候補。7回裏開始前には、プロファーと左翼のドジャースファンが口論となり、プロファーに向かって、ボールが2球投げ込まれると、試合が中断。その後も、ファンなどが投げ込まれる事態となった。ロバーツ監督は、試合後、ここで1000試合以上、見てきたが、こんなことは一度も見たことがない。当然、いろいろな感情が渦巻いている。しかし、このようなことは、決して起こってはならないと渋い表情。自身が守る右翼に缶が投げ込まれたタティスは、ワイルドだ。選手たちは少し感情的になりすぎる。一線を越えたのは物を投げ始めた瞬間な気がする。メジャーリーグの試合でそんなことが起きてはいけないと語った。一球速報へ、大谷の成績へ、ダルビッシュの成績へ。